ルテ。おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は努力チャレンジです。500時間報告をしたいと思います。ラフマニノフピアノ協奏曲第2番は500時間練習したら弾けるのかとね、まあ僕の今年の目標にもしていましたラフマニノフピアノ協奏曲第2番です。約500時間をねもう練習しました。どのくらい上達したのか、まあ今日は見ていきたいなと思います。一応全楽章も弾けるのって、まあコンサートに持っていくために頑張って今練習をしている最中です。早速弾いていきましょう。今年の目標にした際にはこの曲1年間頑張っても弾けるかなとかちょっと不安はあったんですけど、まあ、やっぱりね、弾けましたですのでね、やっぱり練習を裏切らないっていうのはね、本当でしたね。まあまた新しい曲をまたこの後やっていかないといけないので頑張っていこうかなと思ってる最中なんですけども、まあ、まずはもう音楽を意識しながらだいぶ演奏することができるようになりました。いきなり抜けちゃったっていうね、ここ最初が一番ね、なんかちょっと緊張するんですよ。最初がね、本当はこうやって結構分ける人が多いんですけど、やっぱこうやって分けた方が弾きやすい、絶対確実ではあるけど、僕結構ギリギリなんですよね。もう一回いきましょう。ここはね、難しいってな感じですね。で、ここから僕のソロ。
たいな感じですね。だいぶ音楽を持っていけるようになりましたね。リソースの音楽は。このピュービバーチェからちょっと難しくて、右手と左手が拍が違うんですよ。ここのね、僕の大きなソロ、ここね、意外と難しいんですよ。ですね。まあ1楽章が終わるんですね。では2楽章優しいところがあって3楽章にやっていくわけなんですけど、まあやっぱ500時間も弾いたらね、まあ、やっぱある程度弾くようになります。
きます。まあ、これいつも弾いてるとか同じなんですけどね、だいたいここら辺がね大事な部分です。今さっきいつも弾いてる場所が。でまあそれを弾くとやっぱり今までと500時間でね、どのように変わっていったか見やすいと思います。まあまあ弾けます、頑張ります、弾き切りますよ。でね、まあやってみて思ったのが、まあ、やっぱり最初がすっごくなんか手にはまらんくて、全然弾いてて練習してたらある程度すぐ弾けるようになるかなとか思ってたんですけど、練習しても結構ちゃんとハマるまでがすっごい時間かかった曲の一つでしたね。やっぱ音も多いし、ガッて掴む部分も多いし、もうめっちゃなんか技巧的な部分も多いんですよね。史上最難関でした、僕の中で今までやった中でね。Thank you.
感じです。まあ500時間引くとこのぐらいまでは引けるようになりましたので、はい、皆さんもぜひね挑戦してみてください。というわけで皆さんね、はい、みんな一緒に練習をして、はい、暑い夏も寒い冬も元気にピアノで乗り越えていきましょう。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。次会う時は何百時間でしょうか。それではみんなバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッドを押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。